後書き、作家と作品、宮本百合子。私たちが文学を愛する心持ちの最も純粋な情熱は、いつもその作品を読み、それを書いた作家に心を惹かれる人々自身のいかに生きるかの課題に関連している。過去の文学作品、また今日書かれている作品を読み、 作家について研究するとき、私たちは決してそれをただ昔のものとし、ただ今日偶然あるものとして見るのではない。今日に生きている自分たちは、どのような人間社会の歴史の到達点に立って、さらにそれぞれの可能を将来に実現していこうとしているのか、より良い明日は、その後ろにどんな今日を持ち、昨日を持っているか、それを 生きる現実の姿で味わい学ぶところにこそ文学の尽きない面白さ厳粛さがあるここに集められている作品と作家研究はどれもそこから明日のために受け取るべき教訓と価値とを発見しようとして書かれたしたがってそれぞれの作品の持っている歴史的なまた階級的な限界というものもはっきり知ろうと努力されている 戦争中の日本政府の取り締まりは法外に過酷、非常理であったから、ツルゲネフやマクシム・ゴーリキーについて書かれた文章は、これまでどっさり伏せ字があった。それらの伏せ字は今度すっかり埋められた。その点から言えば、これらの文章も今度初めて本来の体裁をもって現れたと言える。ゴーリキーについて、 いく通りもの文章が集められているが、これは重複していない。マクシム・ゴーリキーという一人の真に人民中の人民が、その野蛮と歪辱に満ちた境遇から、ロシア人民の歴史の発展とともに、どんなに成長し抜いていったという足跡は、私たちに深い感動と激励を与えずにはいない。私たちは、克服しなければならない、 おびただしい不幸と疑瞞との中に生きてそれと戦っているのだからそして文学の作品とその作り手である作家とは明日の可能性に向かって最も重大な責任を帯びる立場に立たされている文学は今日もう単なる個人の業績の問題ではなくなった文学が歴史の鏡であるという事実はいよいよ明白である 1947年12月。